どうも、トラジローです。今回はソード仮面ライダーリバイスのアルティメットリバイとアルティメットバイスのこの4箱ですね、買ってきました。今回これを開封して見ていきます。まずは7番8番アルティメットリバイ AB 開封してみるとこんな感じですね。 A の方は胴体から太ももふくらはぎまでですね。で、付属のシールはなぜか2つついてますね。これは同じものですかね。はい。で、 B の方は、いつも通りのスタンドですねに肩アーマーがついてて、すねや足首、腕や、手首パーツですね。あとはベルトもついてますね。スタンプがちゃんと変わってますね。で、注目すべきはこのクリアパーツですかね。顔と胸の部分ですけど、しっかりクリアパーツで再現されてますね。で、頭のパーツはこんな感じですね。複眼のモールドもしっかり入ってますね。で、あとは平手の手首パーツですね。で、シールはこんな感じですね。まあ、色分けが多い分、シールもちょっと多めな感じですかね。では、組み立ててみると、まずクリアパーツですね、取り付けてみるとこんな感じですね。成型色なのでちょっと暗いですけど、中にシールを貼るとだいぶ雰囲気出るかなと思います。顔もこんな感じですね。で、全体組み立てるとこんな感じになりますね。また後で見ていきます。続いて9番10番ですね、アルティメットバイス AB は開封するとこんな感じで、 A の方はリバイと同じ感じですね。ボディと太ももとふくらはぎですね。で、付属のシールはこんな感じですね。で、 B の方も、はい、同じように顔と胸のクリアパーツですね。薄いクリアブルーになってますね。で、尻尾もクリアパーツになってますね。で、あと付属のシールですね。はい、まあ、尻尾がある分バイスの方が多めな感じですね。その他のパーツはリバイと同じですね。組み立ててみるとこんな感じになりますね。これも後で見ていきます。では、組み立てたものを見ていきます。この状態だとシールも貼ってないので、どっちがリバイでバイスかわからないですけど、こっちがリバイですね。はい、全体的に暗めのブルーの成型色ですね。で、部分的にメタルブルーや、ピンクの塗装が入ってますね。足の形状を横から見るとすごいですね。恐竜のような足になってますね。で、このクリアパーツですね。近くで見ると奥のモールドもしっかり見えますね。これはシールより塗装した方が結構いい感じになりそうですね。で、胸周りですね、まあ、こんな感じ で全体的にこの歯のようなギザギザ模様ですね。しっかりモールドが入ってますね。で、ベルトもギファードレックスバイスタンプがついたものになってますね。で、背中側ですね。で、肘もちゃんとありますけど、ちょっと分割がされてますね。で、足回りですね、まあ、こんな感じですね。個人的にこの首のラインが好きですね。で、可動の方は今までのソードリバイスシリーズと大きくは変わってないですかね。襟がありますけど、首周りも問題なく動きますね。で、あとは手足ですね、まあ、この辺も変わってないですかね。問題なく動く感じですね。はい、こんな感じですね。で、付属品の方が、平手の手首パーツですね。この指先の形状が今までと違ったものになってますね。で、手の甲のモールドもしっかり入ってますね。取り付けてみるとこんな感じですね。指先が曲がってすごい力が入ったような感じになってますね。ちょっと構えてみると、まあ、こんな感じですかね。この形状はバイスの方が似合いそうですかね。はい、まあ、こんな感じですね。続いて、アルティメットバイスですね。はい、
まあ、ほとんど形状はリバイと同じですね。で、このクリアパーツの奥のモールドが、リバイとバイスでちょっと変わってますね。ちゃんとバイス仕様になってますね。で、あとは尻尾ですね。はい。バイスの特徴的な尻尾がクリアパーツになってますね。これは全面シールを貼る感じですね。はい。まあ、可動の方もリバイと同じなので省略しますね。手首も平手に付け替えてみました。やはりバイスの方がなんかしっくりくる感じがしますね。はい、ちょっと構えてみるとこんな感じですね。ということで今回アルティメットリバイとバイスを開封して見ていきました。またちょっと手を加えて塗装して仕上げていきますのでよろしくお願いします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。